村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はですね、少し、DTM のお話なんですけれども、角度を変えてですね、少しお話ししたいと思います。リミックスとかリメイクとか、一から作るのではなくてですね、曲のイメージをこうもう一度再編成したりとかアレンジを変えたりとかっていうようなことをですね、素早くやるということで、そういうところの技術に少し関心があって今は勉強してます。僕も DTM をやりかけて約10年ぐらいになるわけで、もちろん、コード進行の勉強であったりとか、イントロもしくはソロの、フレーズ、ドラムはどんな風に打ち込んだらいいんだろうとか、そういうことはずっとやってはきたんですけれども、特にこれから DTM を勉強しようというような方、そして DTM の入り口を勉強するのには本当に一からとなると、僕も同じなんですけれども、基本的な音楽の知識がとっても豊富にあるわけではないですので、とっかかりとしてそういうことから勉強するとですね、DTM に親しみやすいということで、今日もいつも一緒にですね、研究しているひまわりの代表曲40代独身を得るというね、その音楽を違うアレンジにしてみようじゃないか、そういう時ってどんな感じかなというのを少しレポートをしてみたいと思います。このソフトにはオーディオコードウィザードっていうのがありましてですね、ここにありますトラック04ワブというのが歌入りの40代独身 OL なんですけど、それを開きます。すると約10秒ぐらいでですね、今画面が切り替わりましたけれども、こんな風に分析をしてですね、今コードがどん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 分析して出てきております。まずどんな曲か皆さんに、ご紹介しますね。はい、イントロのところでドゥルーンタンタン、このドゥルーンというね、アタックの弱いところからグッと上がってタンタンタンと、このところでですね、画面左上のところに、本当に、アタックの立ち上がりがありますけれども、それをですね、立ち上がったとこを小節の頭として、分析すると。そして、このコードのソフトはですね、もっと微妙にもうちょっと後ろにやろうかな、すると微妙な位置をですね、こうやって、合わせて、こう分析をし直すことができるんですね。今こうどん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 こう出ておりますけれども、これで、ちゃんとですね、この曲は Dm の曲ですということが分かるわけですね。でこれで、このソフトバンドインナーボックスっていうんですけれども、にコードを送信というここにボタンがありまして、それを押しますとソフトがこちらの方に来て、今のコードがこちらに引き渡されるようになります。そして、そこでですね、スタイルというのがありまして、例えばポップバラードフュージョンとかこういうのありますよね。それでちょっとどんな雰囲気になるかっていうのはここで視聴することができるんですね。
ということで、今のようなちょっとピアノ混じりのこうアレンジっていうのをここで今選んだわけですね。そしたらそれをこの今分析したコード進行に合わせて、そして、フィルインっていうんですけどね、おかずとかいうのも全部こう考えてですね、打ってくれるということです。ちょっと聞いてみてください。こういう曲なんですね。ちょっと音を乗せてみます。こんな感じで、ちょっと早めのテンポに、切り替えました。今160というね、速さになっているわけなんですけれども、これをちょっと一回140ぐらいに戻してみましょう。そして OK します。これでもう一度1からですね、やってみます。タタタタタタンタンタタタンタタタタンタタタタタタンタタ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 ン、こういうメロディーなんですね。この速さでもう一回ちょっと音を乗せてみます。タン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 、こんな感じで演奏ができるんで、これここでですね、演奏途中で、こうアレンジをこう変えるとどうなるかというとですね、こんな感じもいいかもわかりませんね。じゃあこれで。こんな感じに、アレンジがどんどんね、考えられるというようなことになります。イントロなんかも、ここ8小節イントロなんですけどね、そこを例えば、ソリストっていうのをこう選んでですね、そして、ソロを入れたりとかですね、いろんなことが、できるわけですね。相性を確認しながらソリストを入れると。で、サックスでやってみますね。そして OK をすると、かっこいいですね。
こんな感じにですね、こうフレーズを考えてくれたりとか、そういうようなこともできる、とってもね、便利な道具っていうのがどん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 できてきます。まあ、たまたまこのソフトはね、もう20年ぐらいって言っていいでしょうかね、歴史のある、まあ、ソフトなんですけれども、僕はこういうような道具をですね、皆さんと一緒にこう勉強してですね、まあ、あの一から作るもよし、そして、こうやってリミックスしてみるのもよしみたいなね、そういうことをこれからもどん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 取り入れていきたいと考えております。村長でした。